皆さんこんにちは。どうも、今日はあなたの夢の叶え方ということで、お話をさせていただきます。佐々木京都と言います。よろしくお願いします。どうも、私と会ったことある方、あ、後ろの方ありますね。ボクシング一緒にやってたりとか、お寺に来たことがあったりですか、ね、ありがとうございます。はい、いろんなところで、お会いすると思います。私結構うろうろしてるので、いろんなところで会うと思います。じゃあちょっと最初にですね、簡単にお前誰なんだっていうことで、わからない方が半分ぐらいだと思いますので、ちょっと自己紹介をさせていただきます。はい、佐々木京都、教室の京に道、教わっていく道というのかな、自分の父からいただいた名前です。神河っていう場所知ってますか。神河、はい、住んでる方もいると思いますけれども、神河の明海寺というお寺の住職をしております。どんなところかというとですね、こういう、もう漁港の目の前の懐かしい懐かしい、よく行ってた。あ、そうか、ヘバラ。あ、そうか、そうか。もうね、本当に豊浜小学校、みんな通う道中にあるけど、上がってみないとお寺があるのかなってわからないような場所です。はい、山が切り立っててね、その上からこう海が見えます。そして、まあ、本当に海から、あ、海からじゃない、お寺から海が見える、本当に何ていうのかな、素晴らしい景色のお寺です。私で、実は40代目の住職、660年続いているお寺です。ちょっと果てしもない、室町時代の初期にできたお寺です。はい、結構お寺ってそういうね、長い歴史を持ってます。はい、そのお寺を、私で42名ですけれども、住職がこう受け継ぎながら、地域の人と守っている、そういう場所であります。お寺からはね、朝日が見えるんです。もう海から昇る朝日がとても綺麗に見えます。初日の出なんかね、ぜひ見に来てもらえたらなと思います。はい、で、私はですね、お寺の住職もしているんですけれども、それ以外に、いろんな活動を実はしておりまして、そんな話も今日はちょっとさせていただきたいなと思っていますが、一つは寺子屋ブッダという、活動、まあ、お寺にちょっと付随しているんですけれども、お寺をですね、お寺ってあんまり普段行かないのね。お寺よく行くって人、あ、お寺住んでる、はい、ね、うちのお寺によく来てます、お参りに来てます。あんまり行かないと思います。っていうのは、あ、お参り以外に何しに行くんだろう、ね、遊びに行ったり、相談しに行ったりって、あんまりこう敷居が高いというか、まあ、子どもさんたちにとってもあまり行く機会がないかなと思いますが、実はお寺ってすごく楽しいところなんです。それを分かってもらうために、いろんな、クリエイターっていって、要はこういう映像を作ったりとか、写真を撮ったりとか、そういう技術者の方々と、私は今、いろんな方とつながりながら、また宗派の違う、宗派ってお寺のなんか種類があるんですね。そういう宗派の違うお寺ともつながりながら、いろんな人とつながりながら、お寺って、もっともっと楽しい場所にできるよねっていうような活動をしてます。全国でお寺って何個あると思いますか。またちょっと違うんですね。7万5000あると言われてます。コンビニが4万5000だから、コンビニよりも多いんですね。そのお寺がもし、こんなにね、おのおののお寺が楽しく温かい場所になったら、日本が変わる、その活動をいろいろしていて、普段は行かないお寺に、例えばだけれども、簡単な仏教の講座があったりとか、ヨガ教室があったりとか、コンサートがあったり、または市が開かれたり、朝ごはんが食べれたり、そんな体験をたくさん用意してですね、遊びに来てもらったりしてる、活動をしています。あと、勝浦担々麺知ってる人、みんな知ってますよね。ありがとう。
は、私は勝浦担々麺センター熱血勝浦担々麺センターというグループがありますが、そこに入ってですね、一緒にあの担々麺の PR を、全国にしていきました。一番右側にいるのは私です。十和田の大会でゴールドグランプリを取りました。それまでは関東で3位、1位、だんだんですね、何年も何年もトライし続けて、5、6年経った時ですかね、やっとこのゴールドグランプリを取れます。でその時に私はですね、ちょっと歌を作ったりする活動もしていたので、勝浦担々麺音頭っていうのと、カツオソングって踊れる人いないかな、どっかで知ってる、知ってる、カツオソング運動会の時やってた、そのどっかでやった、どっかで聞いたことあると思うんだけど、その歌を作詞作曲をしてます。で歌ってます。なんとなく多分聞いたことあると思うんで、後でこれ3人の方にプレゼントします。おいしい。で、その、担々麺船団で、これみんなね、ラーメン屋さんじゃないんですよ。これって、どんな人が参加してるかっていうと、お米屋さんだったり、水道屋さんだったり、あとね、まあ私みたいにお坊さんもいるし、市の職員であったり、あと介護の仕事をしてる人だったり、いろんな仕事をしてる人たちが「勝浦元気にしようよ」って言って集まったのがこの勝浦担々麺センターです。で、要は僕らは何をしてたかというと、担々麺を売ろうっていうことを全国に言ってたんじゃないんですね。そうじゃなくて、勝浦っていうところをもっと好きになってほしいとか、勝浦っていうところはどんなところなのかっていうのを全国に行って PR をしてきました。そうすると、あ、担々麺も美味しいし勝浦にも行ってみたいなって言ってですね、勝浦のファンがたくさん増えた。その結果が実はゴールドグランプリで、今、ね、土日になると有名なお店にはたくさん人が並んでて、担々麺好きな人、やっぱり辛いからね、好きな人とそうでない人って言ってるんですけど、やっぱりその一つの町おこしになっているかなと思います。そして、これなんて魚か知ってますか？シラ。そうで、今までね、ずっと捨てられてきたんですよ。カツオを釣ると必ずシイラって釣れるんだけど、なんか見た目も怖いし、さばくのがね大変だったり、ちょっとね匂いが川にあったりして、まあ、そういういろんなことで嫌われてきたんだけども、その捨てられてきた魚もきちんと、有効利用して、まあ、漁師さんたちもね今大変困っているところもあります。お魚が取れなかったり、高く売れなかったり、そんな中で、まあ、問題解決をしていこう。あと担々麺だけで、僕らもずっと活動してるわけにはいかないので、この勝浦の水産業を盛り上げるにはどうしたらいいかっていうことを考えました。その時に、できたのがこの巻き巻きを広める活動になります。で今元はですね、組合っていって船がついて魚をあげるところ、そこで売ることができなかったんです。水揚げをすることができなかった。それが今100円200円キロですね。だから1匹、1000円とかの金額で買ってもらえるようになった、そういう活動もしています。ちょっと皆さんに、今日はあなたの夢の叶え方という話をしていくので、みんなのねちょっと夢を聞いてみたいと思います。3人の人、まあそれ以上です。最初3人にはCD を差し上げます。みんなの夢ってじゃあ誰のためなんだろう、その夢は誰を幸せにしますかっていうことをちょっと考えてもらいたいです。ね、今幸せにできる人がたくさん思い浮かんでると思いますけども、自分の夢が
誰かを幸せにするのかどうか、ちょっと自分が今考えていることの中で誰幸せにするかなってちょっと考えてもらっていいですか。僕はですね、中学校の時ここの教室にいました。で、あそこで野球部やってました。その時は、ピッチャーやっててですね、もう何年、20数年前です。ここの中学校通ってて、その時僕がなりたかった、またその夢はですね、プロ野球選手になりたいっていうことを本当に本気で考えてました。まあ、一日中練習してたし、全ての生活が、まあ、そこに向かって頑張ってた、そんな記憶があります。青春時代です。はい。ただその時の自分、そして、大人になるまでの自分をよく考えてみると、自分のことしか考えてなかったんですね。僕自身はなんでプロ野球選手になりたかったと、その動機はお金持ちになってフェラーリとかに乗ってね、あの人有名な人だって、そんなチヤホヤされたかった、そんな夢でした、多分。よく考えて、で、その自分さえ良ければいい、自分が幸せになればいい、それしか考えてなかった。そんな中に、大学で野球を始めた時ですね、そこでは甲子園で活躍した人がたくさん来ていたので、僕は野球部でも全然こう県大会でもすぐ負けてしまうような県立の高校だったので、全然相手にもされず、体もすごくちっちゃかったので、すごくトレーニングしてましたけれども、体がちっちゃいんで、こう集合って言われて集まると監督の顔が見れないんで、小さくてみんな大きいからさ、90、190、180。そんな中で人生生まれて初めての挫折を1回目そこでしました。大好きだった野球、自分がもう夢に描いてたその野球でご飯を食べて仕事にしていくということがもうできなくなりました。まあ、諦めなきゃいけないな、そんな時がありました。そこからまた人生の中で、もう一度大きな挫折をしました。自分が 何の仕事をしたらいいんだろうか、野球を離れて本当に自分が何をしたらいいかっていうのが分からなくなって、本当に迷った時期があります。そんな中で、少しずつ見えてきたのが、自分が幸せになるということはどんなことなんだろう。その中で一つ見えてきたのが、さっき、言ったかもしれないですけども、誰かを幸せにできること、自分を幸せにするっていうことは自分だけじゃなくて誰か幸せにしたいっていう、そんな思いが出てきて、そんな時ですね、ペイフォワードっていう映画を見ました。それは、ある中学校の社会科の授業で、夏休みの宿題に、あなたが世界を変えるとしたらはどんなことをしますかっていう宿題が出ました。ペイフォワードっていう映画見たことありますか。もしよかったら今度見てください。その授業では、ある一人の主人公の少年が、僕はまず3人の人を救いますっていうことを言いました。3人の人、誰かを幸せにしたい。で、その3人の人が、1人ずつですね、例えば自分のお母さんがアルコールで依存症があって、大変だとか、学校の先生も実は結婚をしてなくて、すごく日々の中で苦しい思いをしていた、あともう一人も お金がなくて、非常に家もなくて困っている人がいて、その3人を救っていく、その時にありがとう、その主人公は言われて、何か恩返しをしたいよ、その時に僕には恩返しをしなくていい、誰か3人同じように救ってあげてくださいっていうことを伝えたんですね。そしたらば、どん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 人が増えていって、そのことが世の中に広がっていって、
ゆくゆくはたくさんの人が救われていくっていうような映画でした。あ、それを見て、あ、自分も幸せになる人をたくさん作ることができたらいいな、そんなイメージを持ちました。僕今幸せになるっていうことを勉強してますけれども、その中でアメリカで今ポジティブ心理学というですね、心理学が研究されてるんですね。その中でですね、ちょっと皆さんには幸せになるということはどういうことなのかちょっとだけ触れていきます。幸せになるための構成要素というものが研究された中で、これ遺伝で半分決まってるって言われてるんです。遺伝、この上側半分が遺伝なんですね。遺伝っていうのはお父さんお母さんがね、私たちを産んだ時にこう備わるの。でその中で、楽観性、要は一つのことが起きても、あ、頑張るぞとか、あ、嫌だなって思うとか、そういうですね、いろんなその頭の仕組みだとか、そういったものが、まあ、ある程度決まっているんだよ、ここは変えられないものとしています。そして、みんなが幸せになるため必要だと思う一番の最大のものは 10%、 それは状況、お金を持っているとか、どんな家に住んでいるとか、どんな車に乗っているとか、ステータス、地位ですね。そういったものを僕たちは幸せを得るためにどんどん、たくさん欲しがるけれども、実は幸せというものについては、自分が幸せを感じれるかどうかについては、そのたくさんのお金があった、あっても、会社の社長でも、どんな立派な家に住んでてもそんなに変わらないんだよっていうことが分かってる。あとは、40% 意図的な行動、自分の日々何をしているか、楽しい、食事を、家族としているとか、また1日1回トレーニングをするとか勉強するとか、その日々の活動というものによって実は幸せっていうのは決まってきます。だからといって、ね、そういう目標を失うことではなくて、実は幸せっていうのは、その大富豪とアフリカのですね、インドのまたそういう、お金が貧しいところの、家のない子供と実は幸福度って変わらないことが分かっているんです。物があっても、ね、幸せじゃない人はたくさんいるし、物がなくても幸せをたくさん感じている人がいます。じゃあその差は何だろうっていうことを、今慶応の SDL という幸福学というものをですね、研究している方々はちょっとこういう形に、してきました。さっき言った地位罪という、その人と比べられるもの、あの人はこんな洋服持ってるけど私これしか持ってないとか、ね、お金、財産、前澤社長なんか1000億持ってるらしいよと、僕の貯金500円しかない、そんなものも比べられます。あと、僕はこの教室で一番勉強ができる、僕はできない、そういうですね、地位というものは比べられるもの、それはですね、長続きしないんです。もっともっと欲しくなる。どんだけあっても1000億持ってようが、どんだけのお金を持ってようが何しようが、もっと欲しくなるんです。それは快楽の踏み車という言葉で表していますが、世の中ね、もうやっぱり終わりがなく欲しくなるんです、どんなことでも。で、もっと大事なことは何かっていうことが分かってきました。非地位財のもの、幸せ、これは環境が安全であるということ、例えば家の家族がみんなで、きちんと生活ができる状態であったりとか、自分の健康が害されていないとか、あとですね、やってみようっていう、頑張ろうっていう意思がある。あとは
みんなとつながっている、仲間とつながってまた感謝をできる状況である、ありがとうを意味しております。あとは楽観的、なんとかなるよ、どんなことがあってもなんとかなるっていうことが自分の中に持てる人、それは幸せである。そして自分がありのままでいい、ダメなところもある、私もそうです。完璧な人間ではありませんし、ダメなことがたくさんあるけれども、それも含めて自分のことを大事にしてあげられる、ありのままでいいんだ、あのアナ雪と一緒です。そういうですね、4つの因子があると人はそれだけで幸せなんです。その知財というものだとか比べられるものがあることよりも、自分の心の中にこの4つの因子、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、これがあると私たちは心がそれだけで幸せでいられる、だから頑張れる、これがまず、基本の形になります。でここからですね、ちょっと僕の今の夢、野球のところから変わって、今どんなことをしたいのかっていうのが、ちょっと考えていることを少しだけ話します。さっき言ったように、僕は人の幸せを作れる、なおかつ、自分も幸せになる、こんなことをですね、やっていけたらいいなと思っていて、勝浦を世界一幸せな街にしたい、みんなが笑ってみんながつながっている、そんな街にしたいなと思っています。こんなことできるのかと思う、よくわかんないよねどうですか、そんな幸せな街に今勝浦ってなってますか。いいえ、なってない。何がやっぱり僕ら大人からするとみんなね、中学生小学生が勝浦にでも仕事がないからもうどっか行かなきゃいかんぞって思ってるのはすごく寂しいんです。だから今必死に仕事を作ろうとしてます。あと仕事を自分で作れる人をできたり作っていきたい、そんな思いで今日来ました。で、僕がどんな街になると幸せかなって思ってることをちょっとだけ聞いてください。まず一つは松の湯ってあるの知ってますかね。松の湯、僕そのね裏にあるお寺で生まれたんです。で今違うところのお寺にいるんですけど、松の湯は千葉県で一番古い、薪の銭湯、ね、ガスとかじゃなくて薪で炊いてます。100年以上続いてる銭湯なんで、それこそもうボロボロになってきていて、ボイラーっていうね薪を組めるやつも壊れてきたり、今ちょっとなかなか大変な状況ですけれども、その銭湯をなくしたくないっていう人が結構勝浦にはいて、みんなの力で今かろうじてね、残ってます。で銭湯ってねすごく良くて、例えば毎日入りに来る場所なので、人がそこで出会うんですね。あ今日元気か、あそこのおばあちゃん今今日来ないけど大丈夫か、そういうですね日々の中での、関わりができていきます。でそんな銭湯に、連結してですね食堂を作りたいなと思ってます。例えば今日ちょっとお父さんお母さんいないな、そんな時に子供たちも自由にご飯を食べに来れる食堂で、おじいちゃんおばあちゃんは一人で、ご飯を食べる人非常に今多いですね。勝浦の多分半分ぐらいの方が一人で晩ご飯食べてます。そんなおじいちゃんおばあちゃんもここに来ると子供と一緒にご飯が食べれる、じゃあ子供の分を私払ってあげる、そういうシステムを作りながら人と人とがですね共存していく場所、こんなお風呂と食堂があったらいいなと思っています。そこの食堂が中心になる、これ、松の湯の今屋根です。勝浦もっと古いでしょ松の湯けどね、ここすごくいいお風呂なんです。でここは今町の中心ぐらい勝浦市のです、
勝浦市というか勝浦の商店街の中心にあるので、そこのお風呂ができると、まあ、浴槽に毎日お風呂をためることができなくてもみんながそこに入りに来れるということで、そのお風呂は、これからですね、勝浦を商店街どんどん閉まってるよね。その閉まってる商店街って実は例えば借りてホテルにするっていうことができます。一つ一つをきれいな部屋にして、今うちではですね、民泊っていうものをやってます。たくさん人が来てます。そういう意味では商店街一軒一軒今閉まってるけれども、また空き家が出てできてるけれども、その空き家と閉まった商店街を一軒一軒ホテルにしていく。そして今言ったお風呂はここに入りに来て、街中のご飯屋さんにご飯を食べに行ってもらう。そんなことができたら仕事ってたくさんできると思いませんかね。お風呂で働く人、そして、そのホテルを運営する人、非常に仕事を一つ一つ作れると僕は思っています。で、それってよその地元、東京の人が来てやるとかじゃなくて、地元の僕らがやらなきゃいけない仕事です。だって地元でどこの家が空いててとかね、どこの商店街の店はこうやって店閉まっちゃったから、それは誰に言えばできるとか、そういうのを知ってるの僕らだけですから。だからそういう仕事をこうなんとか作っていくっていう意味で、これね、商店街一軒一軒今閉まって少しずつ元気を失っている部分に、なんとか良い策を作れないかなと思っています。で、本当にできるのかよって思いますよね。けれども今、僕たちはですね、1軒目の民泊を一昨年の10月から運営していて、そこでですね、今たくさん人が来ています。普通の一軒家、普通の2階建ての一軒家に、きれいにリノベーションまでしてません。ただきれいにしただけで、ちょっと日本風の形にして、ホテルにしました。うちのお寺のすぐ下、7月、8月、9月はもう満室、もういっぱいです。で、こういう普通の平日でも、外国人がね、長期間で泊まったりします。で、近所の奥様方が掃除をしてくださって、自分の給料をもらえる、そんな仕組みを今作ってます。で、今度ね、春にも2軒目ができます。だ、そんなことをね、だんだん増やしていこうと思ってます。それによってだんだん、働く場所っていうものが増やせるのかなと思ってます。あとはシェアハウスというものが作りたいなと思ってます。勝浦の街の中、シェアハウスとかゲストハウスってなんとなく聞いたことある？ある。例えばリビングとかお風呂とかそういったところは共有なんだけれども、そう、学生さんとかよくシェアハウス住んでるよね、これからもしかしたら東京で学生生活をするときにシェアハウスっていうものも一つあるかもしれない。で、そこでは自分のプライベートのスペースもありながらも、みんなで生活するっていう人のこうぬくもりを感じることができます。これって若い人、そしてお年寄り、子供を育ててる世代の方、これは個室ですけれども、もっと大きなシェアハウスっていうものが実はデンマークでコーハウジングというシステムでやってます。1個の家の周りにみんなが別の家に住んでて、けれどもそこで毎晩、ご飯は一緒に食べる、お風呂は一緒に、まあ煮炊きをする、当番制で共同生活をしている、そんなところもあります。どん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 その今ね、この世の中は人と関わりたくないっていう形をとってますけれども、どん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 その縁が薄くなっていくけれどもね、やっぱりみんなね、つながっていることで安心を得られるっていうことがあるんです。ですからそういうこともデザインしていく、住み方をデザインしていくっていうことが
勝浦でできたらいいなと思ってます。で今一組で話してる庄司さんは建築関係の仕事なので、そういう協力をしてもらいながら、そういう建物ってどう作ったらいいのかなというような相談をしたりします。いろんな人とつながりながら。で どうですかシェアハウス住んでみたいと、まあ、学生のうち仲間とか本当に良い友達と一緒に時間を過ごすという意味ではシェアハウスってすごいいいかなと思ってます。まあ、それもですね、今いすみの方で、やっている方がいて、そういうノウハウも僕らたくさん聞いてます。でそんな中で、子供からお年寄りまでが住めるシェアハウスっていうのをできたら作ってみたいと思ってます。あともう一つ、そういう中にですね、福祉の授業ができないかなと思ってます。福祉っていうのは例えば子供、特には、両親が何らかの事情で、いらっしゃらない子供、または、シニア、おじいちゃんおばあちゃんでやっぱり一人で生活をしている方々、特にはその自分の体がもう動かなくなって自分だけでは生活できない人、あとは障害者の方、いろんな意味での障害者がいます。下半身を交通事故で動かなくなってしまったりとか、生まれつき、自分の自由にならない部分がある、いろんな障害の方がいますが、そういう方々が救われていく、そういうですね、福祉も作っていく。そこにはきちんとまた仕事ができます。人を助けながら仕事ができる。そしてみんながこう笑って生きる。みんなね、この老人ホームって行ったことあるね、あるけど、おじいちゃんおばあちゃんだけしかいないってすごくさ不自然だし寂しいと思いませんか。そんな中に、子供や学生、みんないろんな世代の人がいるとすごい生き生きするんです。おじいちゃんおばあちゃんは子供たちの世話もしたいし、つながりがあることによって元気になります。そんな一つの例がある、施設でありました。これは、重度の小児麻痺といって首の角度が30度ぐらいしか動かない、子供さんです。車椅子で、デイサービスといって日中通ってきます。そこにアルツハイマーというその認知症で徘徊をしてしまう、家の周りをぐるぐる歩いてしまうおばあちゃん、そのおばあちゃんが通ってきました。ある時におばあちゃんはこの子にゼリーを食べさせてあげたいと思って、ゼリーを口のところに運ぶんだけど手が震えて食べさせられない。あ、けど男の子もおばあちゃんが悲しそうな顔するからなんとか食べてあげたいけど、30度、ね、左右に15度しか顔が曲がらない。そこで毎日おばあちゃんはそんなことないんだけど、私が行かないとあの子が死んじゃうからって言ってゼリーをあげに通ってきました。この子もおばあちゃんが悲しむ顔を見たくないからって言って毎日一生懸命首をかかして、ゼリーを食べようとしました。そうしたらどんなリハビリでも治らなかったその男の子の首の角度が30度広がったんです。60度になった。何年もリハビリをしても可動域の広がらなかったその首の角度は広がるようになる。そしておばあちゃん徘徊してたんです。自分がどこの家かしらってやってたおばあちゃんがそのアルツハイマーという病気も軽度になってきました。そういう奇跡が起こるんです。ですから一見助けられる側だと思う人も実は人を助けることによって幸せになるんです。それってあるよね。みんなも誰かの役に立ったとき良かったなって思うことあると思います。それの繰り返しなんです。そういう仕組みを勝浦にも作っていきたいなと思っています。はい、でちょっとなんか夢の話から幸せの話になってますけれども、私すごい幸せ頑張ってるって言うと今笑ったよね。すごい楽しそうになる。それが連鎖していきます。一人の人がすごい私ハッピーって言った時にそれを見た人はその幸せの 15% をもらえるんですね。で、ま、
全く関係ない人、ここにいない人に、いや実はあそこでさハッピーって言ってた人いたんだよって、それ聞いただけで 10% の幸せをもらえるんです。そういうね、良い連鎖を生むことができる。だから一人幸せな人がいると結構な人がねハッピーになっている、それに引っ張られている。だから自分が幸せであることと他人が幸せであることっていうのは結構近くなっているんですね。だから一番最初に僕が言ったこと、自分だけ良ければいいという幸せ、夢よりもやっぱりこう、今僕が言った誰かが幸せにながらそれを見て僕も幸せになれるっていうような、あ、幸せの作り方ってすごくいいかなと思っています。これはあの私の勝手な、ご提案なので、ね、そうじゃないよ、俺はもう大金持ちになって俺だけ幸せになるんだって、それを一回やってみてください。それでもいいです。ただその中ですごく大事なこと、やっぱりこう夢を持つっていうのは、そうサッカーもそうだけれども、ゲームクリエイターもそうだけど、僕は途中で挫折したこともありますが、大変なんですね。やっぱり叶える、自分のなりたいものになるね、いろいろ大変なことがあります。そんな中で一つ、あの今日は愚行山を移すという中国の故事があります。これをちょっと一つだけ紹介します。これ何だっていうところだとですね、これ ある中国の山奥におじいさんが、90のおじいさんがいました。でそこには、そこの村には家族も住んでるし、たくさんの人が住んでる、水を引くために富士山の3倍ぐらい大きな山を越えて水を汲みに行かなければいけない、そういう町でした。でそのおじいさんは、いやこのままだとみんな困るよねと言って、水路を掘ろう、この山を、山に穴を開けて水路を掘ろうって、みんなに提案したんです。けれどもそんなことできるわけねえじゃねえか、富士山の3倍でかい山ですから。そんな90のじいさんがね、桑を持って耕したところで草一本抜けねえよって言って反対した人がたくさんいます。そんな中、その愚行というおじいさんは、では私一人でやろうと言って、まず穴を掘りました。掘り始めました。そうしたら何ヶ月も何ヶ月もその姿を見ていた家族は、おじいちゃん、わかった、そこまで言うなら僕らもやろうと言って手伝い始めて、その姿を見ていた、山の神様、このままだと山を切り崩されてしまうと思って山が動いたというのがこのことわざとしてあります、ね、ちょっと突拍子もない話かもしれないんですけれども、大事なことはその自分ができなくても、その愚行さんは言ってました、もし自分がこの山を移すということができなくても、私の子供がいる、そして子供には孫がいる、この志を必ず次の世代に伝える限り、いつかこの山は動くだろうということをその愚行さんは言って、山の神様は、あ、これは崩されるというようなことを思ったんですよね。僕もそうですけれども、うちのお寺は40人目の住職、ね、この町にはたくさんの人々が住んできた歴史があるんです。その中で次の世代、そして今までの先輩たち、これがつながってですね、大きな事業をやろう、または良い町を作ろう、幸せな人々を増やそう、いろんなことを本当に考えたときには、僕はそれは一つずつ夢が叶っていくと思います。ですからこの志す中で本当に諦めないということ、意志を強く持つということがどれだけ大事なのか、この自分がこうちょっとそのね、くじけそうになったときは、その愚行さんというおじいさんの話をちょっと思い出していただけたらなと思います。